大熊命,命とは、危機等に伝わる古代日本の人物。久米忠氏の祖として伝えられている豪族。日本初期では、大久米と表記されている。古事記によると、神武天皇の統制に、大友氏の先祖、道の海命と共に従軍し、大和国の宇田の豪族兄カ国や、押坂の土も八十だ手を打ち、大和を平定したとされる。 兄かつ討伐についての記述は、日本初期巻期、第三にもあり、戦闘の際には、兵士の士気を鼓舞する目的で戦闘家、久米歌が歌われたという。危機の天孫降臨にまつわる記述には、大久米命の祖先は、古事記では、天心久米命、初期巻期、第二の、第四の書では、天心大久米となっている。いずれの場合も、天孫、天皇の敬語、 戦闘にまつわる職務に従事しているという点で共通している。古事記における大久米命と道の海命は対等の立場で人務軍を指揮しているが、初期では道の海命が久米部に指令しているかのように描かれている。天孫降臨の項目でも同様になっており、このことから久米部を指導する一族が没落し、その後、大友氏が久米部を管轄するようになった。 とも考えられる。古事記では、大工名命は、結婚前の神武天皇の皇后意思をより微に、歌で呼びかけ、天皇との媒介を務めている。またその中で歌われた、瀬戸岡では、ケーケる効き目とあり、目の周りに入れ墨をしていたとされる。ありがとうございます。